こんにちは。第一種電気主任技術者の平です。今回は真空遮断器 VCB とガス遮断器 GCB の証拠の原理について解説します。今回の動画の目次はこのようになっています。はじめ、遮断器の証拠とは何かについて説明をし、その後、VCB の原理及び GCB の原理について解説します。では最初に。 遮断機の証拠とは何かについて説明をしますはじめに今回説明する遮断機とは負荷電流の開閉のほか異常状態特に短絡状態で生じる短絡電流が開閉可能な開閉機器で次に説明する証拠の方法により真空遮断機 VCB ガス遮断機 GCB 空気遮断機 ABB 油遮断機 OCB 磁気遮断 MBB などがありますでは、証拠とは何かについて説明をします。まず、遮断機が短絡電流を遮断する場合、解放直後においては熱電子放出を伴う放電であるアーク放電が発生します。このアークは遮断機の機能により、アークを消滅させることができ、これを証拠と呼びます。 この証拠の方法の一つとして、ガス、空気、油などの証拠倍数を使用する方法があり、このうちガスを使う場合は、電流がゼロになる地点で強くガスを吹きつけることにより、絶縁体力を高めています。なお、絶縁体力とは、絶縁体が絶縁状態を保てなくなる電圧や電解強度です。ちなみに、証拠倍数に 六復化硫黄などのガスを使用するものをガス遮断器 GCB 圧縮空気を使用するものを空気遮断器 ABB 絶縁油を使用するものを油遮断器 OCB と呼びますそしてもう一つの証拠方法として真空を利用したものがありこれは遮断機の遮断する部分を絶縁容器に収め絶縁容器内部を真空にすることにより絶縁力を高めその容器の中で遮断をします では次のサイドに移ります。では次に VCB の原理について説明をします。はじめに、真空の状態が気中に比べて高い絶縁体力を持つ理由を、気中の絶縁破壊のメカニズムの一例を用いて説明をします。まず、この図は空気が入っている容器に電極が収められている図で、この上下の電極に直流電源を接続し、 高電圧を引火しますこれにより容器内の気体分子に陰極から放出した電子が衝突することで電離し気体分子はプラスに帯電します。そうすると気体分子は陰極に向かいそして陰極側の電極に衝突をして電子を放出し更に陰極の温度も上昇するため熱電子放出が生じることから 絶縁破壊が生じます。このメカニズムにより、気体分子が絶縁破壊のトリガーとなるため、気体分子の少ない真空では、気中よりも絶縁体力が高くなります。では次に、真空遮断器で大電流を遮断する際に、アークが発生する理由を説明します。まず、電流通電時に真空中で電極を開極すると、ジュールソンにより電極材料が蒸発し、 金属蒸気が電気管間に放出します。そして金属蒸気が電流してプラスイオン、マイナスイオンが混在したプラズマ状態になるとアーク放電が形成され、このアークのことを真空アークと呼ぶ場合があります。では次に真空遮断器の構造を説明します。まず真空遮断器の全体図がこちらで、このうち遮断を行う証拠室は 画像の真空バルブですではこの真空バルブの構造を説明します。まず真空バルブは絶縁容器と主回路開閉部から構成されこのうち主回路開閉部は固定電極と可動電極が設けられまた可動電極には真空保持状態で電極の開閉動作を可能にするために金属ベローズを設けています。 なお、金属ベローズのイメージ図は、画像のような蛇腹状の部品です。また、絶縁容器内には、金属蒸気による絶縁低下を防止するために、金属シールドが設けられています。では次に、真空アークの証拠について説明をします。まず、遮断器を開放すると、金属蒸気による真空アークが発生します。しかし、電流ゼロ点の金棒では、 アーク電流の減少に伴って金属蒸気の供給が減少するため、電極間の金属蒸気の残留がごくわずかとなります。この残留金属蒸気は圧力が高い電極間から圧力の低い絶縁容器の内壁側へ拡散するため、電極間の真空が回復します。なお、この拡散により金属蒸気が金属容器の内壁に付着し,して、 絶縁を低下するのを防止するため、金属シールドが設けられています。ちなみに、遮断部の構造、つまり真空バルブの構造が単純なため、可動電極に必要なストロークが短いことから、操作機構に必要とされる駆動力も小さいです。では次に、電極の構造について説明をします。まず、遮断電流が小さい時の真空遮断機の電極は、 図のような平板型電極で構造は電極の相対的な運動方向が接触面と直角となる付け合わせ構造です。しかし、遮断電流が大きくなるとアーク自身が作る時間により自己収縮する性質であるピンチ現象によりアークが電極面に一部に広がらず一部分に偏る傾向があり、故意により 局部的な過熱が起こり、電極面は一流しく溶融し、溶融部から対応の金属蒸気が発生しやすくなるため、遮断性能を確保できなくなる可能性があります。なお、ピンチ現象のイメージは、2本の胴体に同じ向きに電流を流すと、胴体に近づく向きに電磁力が働く、つまり収縮する向きに働くというイメージです。 このアークの停滞を防ぐ方法として、画像のような縦磁界型電極を使用して、アークに平行な磁界を発生させて、アークに作用させる方法と、画像のようなスパイラル型電極、またはコントレート型電極を使用して、アークに対し垂直な磁界を発生させて、アークに作用させる方法の2種類があります。なお、前者の磁界を縦磁界。 後者の磁界を横磁界と呼ぶ場合があります。では、アークの停滞を防げる理由を説明します。まず、縦次回の場合は、図の電極から電子が放出すると、次回を中心に電子はサイクロトロン運動をするため、図のように螺旋運動をします。そのため、電子は次回に拘束されるため、一様なアーク放電が生じます。一方、 横磁回の場合は一部分に偏ったアークにローレンツ力が働くためアークが停滞することなく円周方向に駆動し極部的な加熱を抑えることができますでは次のサイドに移りますでは次に GCB の原因について説明をしますはじめに最近主流の証拠方式であるバッファ式について遮断部の構造及び証拠の方法を 概要図をを用いて説明をします。まず、パッファ式は、開脚前の場合、固定アーク接触子と可動アーク接触子は接触しています。そして、可動アーク接触子側には、可動パッファシリンダと固定パッファピストンが設けられ、また、シリンダーとピストンを設けることによりできた空間であるパッファ室に、SF6 ガスを充填し、さらに、 SF6 ガスがアークに引き付けられるように、鉄線ノズルを設けます。このパッファ式の遮断器が開局をすると、固定アーク接触子とピストンは固定したまま、他の部分は右に移動するため、接触子間にアークが生じますが、パッファ室の体積もそれに伴い減少するため、SF6 ガスが圧縮されることから、アークに高圧の SF6 ガスを吹き付けることができ、これにより証拠しますちなみにバッファ式は構造が簡単で保守が容易であるなどの特徴があり GIS の普及と相まって急速に発達しましたなお GIS とはガス絶縁開閉装置とも呼ばれ設置された金属製の密閉容器内に遮断機暖炉機設置開閉機母船飛来機軽機用変圧機 塩流気筒を収納してガス絶縁化した縮小型開閉装置のことを指しますでは次に昔使用されていた証拠方法である二重圧力式の証拠の方法を概要図を用いて説明をしますまず二重圧力式には1.5メガパスカル程度の SF6 ガスが封入された高圧ガス質と0.2から0.3メガパスカル程度の SF6 ガガススがが封入された低圧室あります。このうち高圧ガス室には SF6 ガスの吹き付けの開閉を行う吹き付け弁があり開局前は閉じています一方低圧ガス室には固定接触子と可動接触子が設けられこのうち固定接触子は高圧ガス室と面接していますこの、 二重圧力式の遮断機は開局をすると可動接触子が右に移動するためアークが生じますがそれと同時に吹き付け弁も開くため高圧の SF6 ガスがアークに吹き付けられそして証拠します。なおこの時低圧ガス質の圧力が上昇するためコンプレッサーにより高圧タンクを介して SF6 ガスを高圧ガス質に送ります。 次に、SF6 ガスの液化温度について説明をします。まず、大気圧、つまり0.1メガパスカル程度の圧力での液化温度は -62 度ですが、1.3メガパスカル程度になると、液化温度は0度となります。ここで、高圧ガス質の圧力は1.5メガパスカルのため、当機の場合、SF6 ガスが液化する恐れがあることから、ヒーターで、 加熱すする必要がありますでは次のサイドに移ります。最後に GCB の構造について説明をします。はじめに GCB の種類のうち外資型の構造を説明します。まず外資型の特徴として外資で遮断器全体を対地実演し、また図のような開い機の外観内に酸化アレン素子があるように遮断部が 外観に設けられていますなお外観とは磁器の内部を中空にして中空部に胴体を貫通できるようにした構造の外視を指します。次に設置タンク型の構造を説明します。まず断面図はこのようになっており、断面図から分かるとおり設置タンク型は設置した金属容器であるタンク内に遮断部が設けられています。また設置タンク型は 外資型と比較して、耐震性、製付け面積、耐汚損性、保守作業が有利な場合が多いです。なお、ヨーロッパでは一部の地域を除いて地震が比較的少ないため、外資型が多く採用されます。なお、設置タンク型は GIS との組み合わせが容易であること及び、およびブッシング変流器を内蔵することができるなどの特徴があります。ちなみに、ブッシング変流器のブッシングとは、 写真の外観と胴体を含めたものでまたブッシング変流器とは画像のように一般的にリング状の停止と二次回線から成り機器のブッシングの胴回りに取り付けることでブッシングを一時胴体として利用する変流器ですここで外資型と設置タンク型のコストについて比較すると遮断機単体では外資型の方がコストが安価な傾向にありますが ブッシングに CT を外装することを含めたコストは設置タンク型の方が安価な傾向にあります以上、真空遮断器 VCB と合ッシュ遮断器 GCB の証拠の原理について解説しましたこのチャンネルでは電験の過去問の解説公式の導出などを発信していますよかったらチャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いですまたメンバーシップも行っているので 興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。